ルーネはもっと評価されてもいい。ホルガ・ルーネは、デンマークのプロテニス選手です。彼は、2003年4月29日に生まれ、若干の年齢で、すでに注目を集めています。ランキングトップのジュニア選手として、彼は数々のジュニア大会で、成功を収めています。2020年には、全仏オープンジュニア部門で、優勝し、彼の才能を示しました。また、軽いフットワークと優れたテクニックを持つ選手として知られています。彼のスタイルは、強力なグラウンドストロークと戦略的なプレーに基づいています。彼は若い年齢ですでにプロツアーに挑戦しており、将来的には世界的なスターとしての地位を確立する可能性が高いと考えられています。ホルガ・ルーネは、2024年4月現在、20歳です。オラついてるとこは良い。誰にも物おじしないところがキリオスそっくりで草。キリオスは表向きは物おじしないように見せてはいるけど、実はかなり繊細で裏では急にになったりしてるのがちょっとダサいなと思っちゃう。ルーネはもっと評価されてもいい。10代でマスターズ優勝とキャリアハイ7位は2007年のジョコビッチと同じくらいの出世ペース。評価されてない。ビッグ4時代が終わって人がいない。ルーネとデルポのフォアハンドってすごく似てるよね。強烈ショットをミスせず打ち続けそう。と同時に、そのうち手首ありそうで心配な打ち方。デルポのフォアの威力はあんなもんじゃなかったよ。若かった頃のフェデラーナダルを GS でぶっ倒すほどのチート技だった。デルポと比べたらルーネなんて小粒も小粒、似てないよ。ルーネのフォアはグリップ集めで打点をかなり前に取る打ち方。デルポのフォアは、現代テニスでは少数派の薄め、グリップで、回転をかけるよりも、ボールを潰す感じでコントロールしてる。薄いグリップで強打すると、手首にかかる、蓄積疲労が大きいから、デルポの故障はある程度、仕方なかった気もする。厚めグリップの場合、変なこね方してるとすぐ手首やるけど、ルーネはそれは大丈夫そう。まあデルポほどの威力はないけど、ルーネも、基本フォアに回り込みまくって、がっつり打っていくスタイルだろう。デルポ劣化版と解釈してもらって、差し支えない。結局ジョコをまともに下せたのは、ルーン、パリとカラス、マドリードだけじゃん。ゲームから始まってキチルブズベメドベ、こいつらは、世代交代できなかった方たちやね。ルーネは今後、ずっと、ヒールだろうなと思わせられるような、試合だった。ザンツのチキリはむごかったけど、ルーネが足ひねって、痛めた振りの演技と、タイミングマジでクソすぎだし、母親と回っているのもなんかね、AKB 的には、ルーネをどういう扱いにしたいんかな。次世代のフェデナダ関係として、シナカラスをセットを してるけど、ルーネはジョコポジションではないやん。NNG3 の実力序列はまあ、どんなんでもいいんだが、カラスがあんな感じだし、ルーネはクソガキだから、シナーには均衡法制でいてもらわなきゃいけない。なんであんまりルーネ押さないんだろうね。ジョコにも複数回勝ってて、MS 取ってるし、かなりの有望株なのに、この3人はこのまま行くといいバランスだよな。お調子者と悪ガキと真面目組んで、カラスはどっちとも仲いいけど、シナーとルーネは若干、バチってるのがいい感じ。今年はパッとした、活躍がなかったからだと思う。GSMS 用法で、まあ負けても仕方ないけど、できれば、勝ってほしいっていう、試合をほぼ取れてない。ルーネは感触を起こしても内向きなのに、わざわざ手を出して噛みつかれてる、選手が結構いるの謎だよな。ほっとけいいのに。ルーネって別に本当に悪いやつ感はないんだよね。キリオスのワウリンカ事件とかみたいな倫理的にどうなのみたいなことはしてないイメージ。本当にただ若さから来るものって感じ。まあ、これからキャリアを重ねていく中でやらかすかもしれんけど。ただ単にクソガキ感があるだけなんよな。まあ最近は別に何かやらかしてるイメージはないけど。ワウリンカってルーネとも一悶着あったし。クソガキによく絡まれるな。ワウリンカも正直クソガキっぽいけど、もう答え言ってるやん。バブが結構やべえやつだからな。
バブ自体、まあまあやべえんだけどなんか見た目と合ってて得してる。優しい野獣だからね。ワウリンカは、元ヤンで30超えてもまだ尖ってる。地元のだるい先輩みたいなタイプなのかななんて思ったりする。ワウリンカは、サッカー選手とかに多い性格してる気がする。熊の割には倫理観しっかりしてる。まあでも、ワウリンカの私生活がどうであれ、試合のマナーは別だよな。ただルーネは言われてるほど、クソガキじゃないというか、今年なんて何も問題起こしてなくないか？プレイで怪しいボールの後消したりみたいな、クソしょうもないことはしてた。確かに、それやってたわ。言動は落ち着いてきてると思うんだけど。個人的には、ルーネの方が伸びしろあってどんだけ成長するか、そこが見えない感じがする。カラスよりも器用だしテニスが上手い。カラスはもう、自分のテニスが完成してるから、こっからはそれを微調整するだけで、先が見えててあんまりワクワクしない。ま、ルーネは器用貧乏で終わるかもだが。Thank you.